それでは4月12日金曜日立川ゲームその5号店ブレイブルークロノファンタズマランバとランダム3-on-3始めたいと思います。盛り上がっていきましょう。ウェーイ。それじゃあスタートボタンを押して始めてください。本日はなんとね31名も来てくださいまして10チームで、1チームだけ4人チームそんな感じでいきたいと思います。まずは0回戦がいつかあるので紹介していきましょう。ということで 1P 側がドラヘイトプラチナ、スライムテイガーで俺の誠、対するはイカルハクメン、ワタルテイガー、モモイロレイチルチーム、開幕で出てくるのは、ドラヘイトプラチナとイカルハクメンですね。さあどうせ先方は点が出てくるんだろうってうちのチームは最強のカードをもう早々に切ってしまったわけですが、そこに立ちはだかるのは光るはず現在最強だからリーチの長い技を有しておりますが、火力差が若干気になるところでしょう。投げはしっかり投げてくる。これは差し返している。素晴らしいですね。ガールハクメンがなかなか切れた動きをしている。これなかなかいい動きで、まずは大ちゃんでガールハクメンが取っていって、ここはまずはこちらが相手のセガーセガーオープニングをダンスが攻めていくのがガール。がなかなかいい動きを先ほどからしまっているんですが、ここはドラヘイトさん個人的にはやはり同じチームメイトなんで頑張っていただきたいところ。これ中距離戦が続いて、とりあえずプラチナ側は泡を巻いて 3C3C 振り回していく。さあ大会ムーブっぽいエレクを駆使してるキャラハクメン、そしてこれは6ミカウンターヒット、空中でも美味しいですね。シラモンさんよくね、カウンターこれはしっかり見ていたドラヘイトプラチナ。そしてストロムから 6A、 これはジャンプで回避、ロケットから 3C、 フォローのバッチャン一瞬は当たるぜ。これは無理をする、しっかり見えている。さあいい感じの動きをしまくって、光るハクメンがまずはちょっとリード。ハクメンさあ、地方で出てくるのはスライムさんのテイガーですね。テイガー対白面はまあ多分白面側に部があるような組み合わせでしょうね。さあ、まず第一ラウンド、これはあまあ、まあ、テイガーさんはいつもみたいに大喜利使わなくてもね、じっくりやれるんで、結局ゲージはどんどん溜まっていくんでね、使わないでいいと選択したいから。今回はオリオンソンと私を侮るな。続いて 4C でチクチク削っていって、バンテツからこれしっかりガードしていく。スライム発見、これは冷静に2D で取っていったが、何かでゴリーがガウンターヒット、そしてリアル決めて拾い直しをちょっとミスってしまって、画面端で追い込まれている。これは相当見えている。かなり動きがいいですね今日は。相手の甘えをペットにヒットカメリーに伝える。 4C 差し返して、それに 2C、 これ尻尾ですね。当たったからよかったもの、よし、これ尻尾は出ない、出さない、どっち。しっかりと立ち上がっていたが、ここでコーチに行く手が、しかしこれは冷静にカウンターするので対処。よし、もうあと一発4位が当たれば疾風でおしまいというわけで、ガルハクメンはもう絶対に無理はしないでしょう。これテイガーがボールテックフィールドを発動して、ワンチャンを起こしに行きたいところ、パークボルトが連続で溜まっていく。4位疾風は出ない。今から上田木その1ラウンド制したのは光るハッキングです。で第2ラウンド、よし差し込んでいく。私を侮るな、なかなかやるな。さあ鋭い差し返しが光るハッキング続いておりますが、なかなかやるな、おかしいですね、全然今日動けねえっつってた。
大会ではいつも通り素晴らしい動きを見せている。ここは投げからダメージでダメージ取っていく。3500なんとかしたいところだ。ここは4スティー。さあ動きがキレキレですね。ヒカルファクメ行くぞ行くぞ。しかしこれミードに引っかかってしまう。じゃけんもうどうする。三振で暴れていく。そしてキャンプローディー発射して、これはまさかあるのか。ミスってしまう。ここで決められたら結構かっこよかったんですけどね。悔やまれる。すごい遅い。今度こそ出た。貴様ごとき私は倒せん。The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action!そんなの。Rebel 2 Action! Counter! ヤー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 
私は倒せん。革命ウィン。